羽根保山の位置は、保谷山は、秋田県大館市にある山である。大宇山脈の北部、高森山地に属する羽根保山は、大館市から小坂町に至る樹海ライン沿いにある雪、沢宿の北方に位置する。周辺を400メートル前後の里山に囲まれ、山陽は近づかないと望めないが、山頂には、羽根保、や、大輪の社が立ち、古くから信仰の山として、 里の人に崇拝されてきた。また、小坂鉱山の沿岸被害復旧のモデルでもあった。しかし、大館市のシンボルである、鳳凰山の影になり、一般的には、知名度は低い。登山道は、大川目沢に沿った大川目林道の途中にあり、林道沿いに鳥居がある場所が、登山口となる。登山口からすぐに吊り橋を渡り、お滝分岐を、左折。 さらに杉林の中を進むと、中五点の少子がある。そこから、唐松林を通り、ら折織の急坂を登ると平坦地となる。まもなく杉小立のある前竹に着く。そこから、尾根筋を進むと社がある山頂に着く。右の写真では、手前のピークが前竹で、奥のピークが羽根穂や山である。山頂には三頭三角点がある。羽根穂や山山頂を昔、 釈迦内村に住む男が、長期村の羽根ホヤ山へ、マダノキの皮をハギに出かけた。仕事は順調に進み、家に帰るキロ、道端に大きな鏡餅が三つ落ちていた。男はそれを拾い、息子の太郎に食べさせようと足を早めた。ところが、男は急に激しい空腹を覚え、我慢しきれなくなって、餅の一つにかじりついた。激しい空腹のため、 思わず三つの餅を食べてしまうと男の体はぐんぐん大きくなる。家に帰り着いたが男は家の中にも入れない。父の帰りを待っていた太郎が驚いて外に飛び出すと父は山のような大男に変わり泣いている。事情を説明し俺はもう山へ行って暮らすからお前は立派な人になってくれと泣きながら山の方に歩いて行った。この話は 村中に広がり、村人たちは気味悪がって、太郎の家に近づかなかった。幼い太郎は暗い家の中で毎日父の名を叫びながら泣き続けた。それから間もなく、長期村のあちこちで、毎晩農作物が荒らされ、そこには大きな足跡がいくつも残っていた。このままでは、農作物が全滅してしまう、ということで、 村人は何日も相談した結果、羽穂ホ山に祠を立てて、大男の悲しみを慰めることにした。これが今の羽穂ホ大神である。それからは農作物が荒らされることもなく、太郎も村人からの援助で立派な成人になったという。ありがとうございます。